はい、こんにちは。自営業専門税理士川南です。本日はまたまた制度の改革が入ります。その前に皆さん、社会保険と国民健康保険の違いというのをしっかりと理解してますでしょうか。経営者として知っておくべき情報ですので、今日も一緒に動画で勉強していきましょう。私はオンラインサロンの運営とビジネス書を2冊出版しております。また SNS をやっておりまして、すべて概要欄から飛べるようになっておりますので、ぜひ一度クリックして覗いてみてください。本日の内容は、社会保険の適用拡大、10月からスタートするということで動画で解説していきます。本日の内容です。社会保険の適用が拡大されます。こちら経営者として必須の情報となりますので、しっかりと押さえましょう。まず最初に、社会保険と国民健康保険の違いについて、そして一体今年の10月から何がどう変わるのか。適用拡大されるとは言いつつ、どういった加入要件があるのかを見ていきます。そして次に、こちら社会保険加入のメリット、そして皆さんが気になっている、社会保険に加入すると手取り額はどうなるのか、そして今後の動向について動画進んでいきますので、ぜひ最後までご覧になってください。ではまず、こちら2つの保険の違いについて、この違いをしっかり把握しておかないとなかなか理解できませんので、順番に解説をしていきます。まず社会保険からですね。こちら健康保険とも呼ばれます。社会保険というのは、会社に勤める正規社員の方がですね、加入するものになります。その他、一定の要件を満たす非正規社員の方、短時間労働者の方もこの社会保険に加入する義務があります。この短時間労働者というのは、分かりやすく言うとパートやアルバイトの方も含まれます。ではもう一つの国民健康保険について、国民健康保険はどういった方が加入するかと言いますと、個人事業主、自営業と呼ばれる方です。またもう一種類ありまして、年金受給者の方、こちら皆さんどうやって確認すればいいかと言いますと、自分が手元にある病院にかかる時に見せる健康保険証というのがあると思うんですけど、そちらを見ればですね、確認ができるかと思いますので、ぜひ一度どちらに自分は加入しているのか、保険証というのを見てください。もう少しこの社会保険と国民健康保険の違いについて学んでいきましょう。まず社会保険の方から、この中身について少し解説をしていきます。健康保険、介護保険、厚生年金保険、これらのものを合わせて社会保険というふうに呼ばれます。もう少し広い意義で社会保険と言いますと、この労働保険というものを公儀の意味合いで含んで社会保険というふうに呼ぶこともあります。労災保険、雇用保険ですね、これらすべて含めて広い意味で社会保険と呼ぶこともあればですね、労災保険や雇用保険は労働保険というような括りに入って、健康保険、介護保険、厚生年金保険を社会保険というふうに呼ぶこともあります。こちら呼び方の定義になりますけど、一応押さえておこうということで解説をしました。こちら社会保険は、要件を満たすと社会保険に加入する義務があります。こちらは勤め先の会社で加入することになります。ですので、直接どこかに自分が出向いて申し込みするということはありません。勤め先の会社が会社を通じて加入するということになります。この社会保険の運営なんですけど、運営についても少し解説をしておきたいと思います。運営について、まず一つ目、健康保険組合というものがあります。こちらは大企業が組合を持っていたり、また複数の会社が共同で運営したりしています。社会保険に加入するときは、まずこの健康保険組合に加入している方がいるということですね。そしてもう一種類、種類があります。こちら全国健康保険協会というものがありまして、中小企業や小さな法人とかはですね、こちらの全国健康保険協会の方に雇用しているスタッフの方を加入するというような流れになります。運営が実は2種類あって、健康保険組合とこの全国健康保険協会というのがあるということを押さえておきましょう。こちらどちらも国から許可を得て運営をしているものになります。では次に、国民健康保険の運営などについてもう少し見ていきましょう。はい、国民健康保険はですね、先ほどから言っているように、個人事業主、自営業、フリーランスの方が加入する保険になります。こちらは年金受給者の方も該当します。
こちらの国民健康保険の特徴としては、社会保険とは違って、国民健康保険は扶養家族など人数分の加入が必要となる点、押さえておくといいのではないかと思います。ではこちら、逆に国民健康保険の運営先はどこなのかと言いますと、こちら運営は各都道府県が主体となっております。ですので、実はこの国民健康保険というのは県ごとに保険料というのが異なってきます。自分が住んでいる県の国民健康保険がいくらなのか検索するとですね、細かい数字が載った表出てきますので、興味ある方やね、気になる方はぜひですね、自分の県プラス国民健康保険料ということで検索すると出てくるかと思いますので、一度見てみるのもいいかと思います。そして今言ったように各都道府県が主体で運営をしているんですけども、県がね、全部の地域を把握するとなると難しいので、各市区町村で対応しているというのが実務上、現実となっております。ですので、皆さんが国民健康保険に加入したい場合にはですね、市役所や区役所などの窓口によって申し込みをするという流れになります。このように社会保険と国民健康保険というのはですね、運営が異なるという点もですね、大きな違いとなっております。ではここでですね、社会保険と国民健康保険の基本や仕組みを押さえたところで、今年の10月から一体どういった制度改正が入るのか、この後のスライドで一緒に学んでいきましょう。はい、今年2024年の10月から社会保険の加入の、適用が拡大されます。こちら表を見ると分かりやすいので表を紹介したいと思います。こちらがですね、厚生労働省から出ている表なんですけども、この表を見るとね、非常に分かりやすいと思います。今回改正が入るのはこの1番のところになります。社会保険の適用拡大のイメージということで、2024年の10月からこちら会社のですね、雇用者の人数が51人から100人の方から義務的適用がされますよという改正が入ります。実はそれ以前、2022年の10月にもこの適用拡大の変更がありました。その時はですね、以前501人以上で義務的適用だったのが、こちら見ても分かる通りに101人から500人の従業員数がいるところはですね、こういった要件に該当する方は社会保険に加入してくださいねっていう義務が適用されるっていう風になってたんですが、さらに短いスパンで、まだこちら2番から1番に行くところにですね、たった2年しか経っていないんですけど、さらに加入の適用を拡大するよという改正が入ります。このように社会保険の適用は拡大するという傾向に昨今あります。ではどういった要件に該当するとこの社会保険に加入しなければいけないのか、そんな疑問を思う方がいるかと思いますので、次のスライドで解説します。はい、次に要件について解説します。まずこちらにチェックが4つ全て入ると該当するというふうに、こういった分かりやすいチェックがあるので、こちら紹介したいと思います。左のこの黄色い方がもう少し詳細を書いた表になります。こちらの表がもっとね、分かりやすくシンプルに書いたものになります。これどちらも厚生労働省にある表から持ってきています。興味ある方はですね、この厚生労働省の URL 概要欄に貼っておきますので、ぜひ覗いてみてください。こっちのまずシンプルな方を見た方が分かりやすいかもしれません。まず一つ目のチェック、週の勤務時間が20時間以上。2つ目、給与が月額8万8000円以上。3つ目、2ヶ月を超えて働く予定がある、雇用の見込みがあるということですね。そして最後4つ目が学生ではないこと。この4つにチェックが入り、2024年の10月以降は従業員数が51人の企業は社会保険の加入が義務化になるよ、適用が拡大されるよということになります。この4つのチェックポイント、こちらの左側の方がもう少し詳しい条件書いてありますので、ぜひですね、興味ある方、詳細知りたい方はこのあたり読んでおいていただけるといいんじゃないかなと思います。というわけで、要件について押さえたところで、じゃあこの社会保険に加入することでどういったメリットがあるんですか、この後のスライドで解説します。こちらが加入のメリットになります。社会保険に加入することで、まず1つ目、傷病手当金が出るということですね。業務外の病気や怪我で会社を休んだ場合にですね、給与の3分2の金額は受け取れるということで、万が一の時に安心です。また2つ目、出産手当金というものが出るようになります。出産などですね、そういったもので会社を休まなければいけない時にサポート、手厚い保障があるよというところが加入のメリットになります。ではどんどん
社会保険の加入のメリットを見ておきましょう。前のスライドでも言った通り、加入前、国民年金のみだとちょっとねサポートが薄いんですけども、加入すると先ほど言ったような傷病手当金が出たり、出産の時に助かったりということで、一言でねこの表をまとめると、加入前よりも加入後の方が手厚くなるということがね、こちらの表でもわかるかと思います。もう少し具体的に見ていきましょう。こちらになります。上が加入前、下が社会保険に加入して働くという欄になります。年金額も12万円アップというふうに出ております。こちらね、条件があって40年のうち20年厚生年金に加入した場合という例にはなるんですけども、こういった年金が上がるというのと、先ほど言っている傷病手当金が出たりということで、サポートがね手厚くなるという、まあ、安心感があるということですね。次はこちらのスライド見ましょう。先ほど年金額が上がると言いましたけども、社会保険に加入することで厚生年金に加入することになりますので、将来もらえるね年金額が上がるというような計算方法が表から出ております。こちらもね例えになるんですけど、年間の給与が120万円で25年加入したとするとですね、累計220万円増加するよということになります。その代わり、このシミュレーションの金額は年金65歳から80歳まで受給するとっていう風になりますので、結局はですね、人それぞれこういったもの変わってきます。じゃあ自分の場合はどうなるんですかとか、加入することでいくら増えるんですかって知りたい方はですね、こういった手取り額のシミュレーションや年金額がいくらもらえるのかシミュレーターを準備しておりますので、こちら概要欄にリンク貼っておきますので、興味ある方ぜひ一度ねこういったものを使ってシミュレーションしてみることをお勧めします。では次に、皆さんが社会保険加入することによって一番心配に思っている、不安に思っている手取り額が減るんじゃないかという現実問題について、次のスライドで紹介します。はい、ではね、皆さんが一番気になっているであろう手取り額について、これが減るから社会保険入りたくないんだよねっていう方がね多いんじゃないかなと思います。今まで加入のメリットはたくさん紹介してきましたが、実際に手取り額がどうなるのかについて紹介します。はい、こちらがですね、国民健康保険、国民年金に加入しているだけのパターンと、隣がですね社会保険の扶養のパターンになっております。この社会保険の扶養というのは、配偶者の扶養に入っている状態で社会保険には加入してないというパターンが右側になります。じゃあ実際に社会保険に加入したらどうなるのかについて見ておきましょう。こちらが社会保険に加入して働いた場合です。月額はどのパターンも9万8000円をもらっているというふうに仮定をしてあります。こちらの表も厚生労働省から持ってきております。まず一つ目のパターンとしては、自分でもうすでに国民健康保険、国民年金に加入しているパターンですね。9万8000円の給与から国民健康保険料と国民年金保険料、そしてね雇用保険料というのが差し引かれますので、手取りが月額だいたい約7万6600円となります。この方がですね社会保険に加入して働くと、月額給与が9万8000円、健康保険料と厚生年金保険料、そして雇用保険が引かれる。この雇用保険は600円で同じですね。と手取り額がだいたい約8万3500円ということですね。このパターンになると手取り額は増えるんですけど、社会保険の扶養の方、扶養の範囲内で働いている方はですね、月の給与、アルバイト代なりパート代が9万8000円だとすると、雇用保険料が600円と所得税がかかるので、所得税は500円引かれます。そうするとだいたい手取りが約9万6900円になるんですね。この方が社会保険に加入して働くと、手取りの月額が8万3500円になるので、こちら差額がですね1万3400円出てしまうという現実問題があります。ですので手取り額はやはり比較すると減少してしまうということになるというわけです。というわけで、手取り額についてシミュレーションをしてみました。月額の給与が9万8000円というふうに仮定しているケースになりますので、またね皆さんがもらっている給与によって変わってくるということだけご了承ください。はい、まとめになります。社会保険の適用拡大の範囲はやはり拡大傾向にあるということが言えるかと思います。もちろん社会保険にね加入するメリットもたくさんあるので、一概に悪いものとは言えません。その代わり、やはりデメリット分、皆さんが気にしているのは手取り額が下がるということじゃないでしょうか。そしてこちらもう一点、違う視点からのポイントなんですけど、企業の負担は増加するんですね。これどうしてかというと、社会保険というのは実は会社が半分負担してくれるんです。その代わり会社、企業はこの半分負担している分は経費に計上することができるんですね。でも企業の負担は確実に増加します。そして今回の改正によって、51人以上の従業員がいる会社はですね、パートやアルバイトも要件に該当すると社会保険に、加入する義務が
があるというふうに変更されますので、ますますこの負担が増加します。そうなるとですね、やはり企業自体、法人自体の資金繰りが厳しくなる傾向にありますので、皆さんここの情報っていうのはやはりしっかりと押さえておかないといけないんじゃないかなと思います。今動画を見ている方でもですね、個人事業主だしとか、うちはそんなにね従業員ないから関係ないやというふうに思っていてもですね、やはり経営者としてこういった流れがある、新しい制度改正があるというふうには押さえておいた方がいいということで、今回動画で紹介させていただきました。またもう一点気をつける点がありまして、まだあるのかって感じなんですけど、最近ですね、世の中の動向して採用に悩んでる人がなかなか集まらないというね悩みを持ってる個人事業主や経営者の方多いと思うんですけど、最近採用するときに社会保険加入を希望する人が増加傾向にあります。社会保険加入できますかというようなことをね確認されるということを結構耳にしますので、やはり人を雇いたかったら、またですね、いい人材が欲しかったら、こういったところをね手厚くするというのも大事なポイントになってきますので、しっかりと押さえておくといいんじゃないかなと思います。さて本日の動画の内容なんですけど、採用時には社労士など専門家に相談することをお勧めします。今回の動画の目的は、この社会保険と国民健康保険の違いが何なのかというところと、こういった制度改正があるよという解説になりますので、詳細や、またですね、こういったことに対応してほしいとかね、どういった風にこの要件をカウントするのかとか、またですね、就業規則を見直さないといけないという場合には、社労士の先生に相談する、また対応をしてもらうことをお勧めしています。私はオンラインサロンを運営しています。 Facebook の非公開グループでサロンをやっています。詳しい詳細は概要欄にホームページのね URL 貼っておりますので、ぜひご検討ください。メリットが4つあります。まず1つ目、専門家に質問や相談ができる点です。専門家である税理士に自分がしたい時に質問や相談をすることができます。こちら文章で質問していただいて、私がそれに対して文章で答えするという形なので、チャットのようなイメージを持ってくれてるといいかと思います。2つ目、メンバー全員起業家または副業している一人社長の方が多いですので、同じ経営者として情報交換ができるということで非常に好評です。3つ目、最新記事のインプット購読権利が特典としてついてきます。平日毎日私が投稿している経理や税金、またビジネスに関する考え方などなど SNS の裏側を投稿してますので、こちらの購読権利がサロンの特典としてついてきます。4つ目、定期的にサロンズームを開催してます。こちら2ヶ月に1遍程度なんですけど、ズームで直接私に質問相談することができ、かつメンバーとズーム上でね直接相談したり情報共有できるということで非常に好評です。メリット4つ大きく分けるとありますが、その他にもたくさんメリットありますので、ぜひ加入の方ご検討ください。はい、 YouTube チャンネル登録まだの方ぜひお願いします。また高評価ボタンやいいねや感想コメントいただけると励みになりますので、よろしくお願いします。その他 SNS いろいろしておりますので、ぜひ見つけてフォローしてくださると嬉しいです。はい、というわけで本日の動画は、制度改正が10月から入るよということとですね、やはり自営業フリーランスといえど、こういった制度の行方や動向というのもね経営者として押さえておくべきだなということで動画にさせていただきました。また意外とですね、社会保険と国民健康保険がよく違いがね分かっていないとか、深く考えたことなかったという方もいるんじゃないかなということで動画にさせていただきました。今後も自営業フリーランス向けに役立つ情報を出していきますので、動画の方引き続きよろしくお願いします。チャンネル登録の方もお待ちしております。それでは本日の動画以上になります。自営業専門税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。